どうも、わきです。プロスペースやっていきましょう。さあ、というわけで今回はコーダの達人ですね。こちらのイベントがもう少しで終わりかけというところでございますので、今回はこのラストマーティンからしっかりと打ちまして、報酬をすべて手に入れて、今回の報酬ガチャをやっていきたいなと思います。ちなみにですね、途中に S ランクの補助券があったんですが、今回で S ランク契約書になるのかなと思っていたんですが、どうやらあと1枚必要だったみたいなので、まあ今回はですね、 S ランク 10%、 30% 契約書、さらには何かのイベントで手に入れた S ランク 30% 契約書もまだあったので、まあそちらをですね、ゴールド契約書とともに使っていきたいなと思います。 10%30%30%、 これは S ランクが出るんじゃないかなというところですね。今ですね、育成を本当に頑張っているので、まあなんとかここでまたオーダーに入れられる選手を手に入れられればいいなと思っております。ちなみに昨日獲得した森友哉選手もレベルも48まで上がっておりまして、限界突破5回、そして特訓レベルもマックスにしてきました。特殊能力もレベル3までは上げたので、まあ今日中にレベル5にできればいいなというところですね。で、本来この、コーダの達人というイベントをスルーしようかなというお話も僕していたんですが、結局ですね、まあしっかりと行いましたというところですね。まあ初めスルーしようと思っていた理由はですね、今この、試練大解放ですねがやってきておりますので、まあ本当に一番大切なこの試練のアイテム集めというところに、まあ、全力を注いだ方がいいんじゃないかなと思っていたんですが、まあこの試練もですね、このようにしっかりと集めつつも、まあやっぱり、このコーダの達人もやろうというところに至りました。まあ理由はですね、もちろん S ランク 10%30% にかけたかったっていうのもあるんですが、一番はですね、こちらですね。僕の今回考えが変わったのがこちら。報酬のこのクリア報酬ですね。ここで試練チケットが結構もらえるので、結局僕6枚か7枚ぐらい、今回のイベントでこの試練チケットを集めることができたので、まあこれでまた5、6時間、試練大解放ができるというふうに考えるとですね、まあこの期間であってもちょっとやっておこうかなというところでございました。ちなみにですね、明日はウーム野球部の活動があるので、まあちょっとさすがに明日はもう、試練できないので、まあもうちょっとだけなんとか集めて、まあ少なくとも森友哉選手の、特能とかはちょっと上げたいなと。当初はなんか一番上のやつを500枚ずつとか考えていたんですが、ちょっと欲しい選手というか手に入れた選手が何人かその期間にいたので、まあまあまんべんなく集めようかなと。まあでも今回結構もうすでに集められているので、まあいいイベント期間になれたかなと思います。明日のウーム野球部の活動は実写チャンネルの方で公開予定ですので、ぜひとも皆さん概要欄から実写チャンネルの方も登録しておいてください。さあ、というわけでマーティン最後打ちましょう。ちょっと待って、ちょっと待ってん、ちょっとマーティンさん、ほら、あストレートを凡打する。普通に初球は何から入ってくるか。よし、高く上がった、真ん中を破りました。最近ね、なんかこのリアルの野球でもプロスピでもちょっとね、ポイントを前にしてね、打つようにしてるんですよね。この辺、これ結構そしたらね、左方向に長打が出やすいなぁと感じています。リアルでもプロスピでもね、ちょっと前、ほんと今までより気持ちちょっと前で、リアルでもプロスピでも打っている秋ゲーム TV でございますと、いうわけでやっていきましょう。まあプロスピは本当にね、長打をたくさん打つ方が得なゲームなんで、それでいいかなと思っています。はい、というわけで、まあこのコイン2000コインとかも普通に嬉しいですね。まあ一応 EX もできるけれども、まあ一応やるか。まあ、スタミナもありますし、やっていった方がいいのかなというところですね。というのも、クリア報酬、さっきも言った通り、まあ、コインなんかはいつでも稼げるわけなんですが、やっぱり、試練解放チケットですね。あれに関してはなかなか、集める機会ないので、あれはルーレットのやつとかかな、集まるとしたら。なかなかね、今の期間に集めておいた方がいいのかなというところですね。さあ、というわけで個人的に弾道がパワーヒッターアーティストじゃない選手で一番ホームランが打ちやすいこの坂本選手でございます。てかその辺のパワーヒッターの選手より僕全然ホームランが打ちやすいです、この通りで。今すべてこのね、バッティングあれです、いつもよりちょっと前っていうタイミングでやってるんですが、まあこんなもんか。意外とね、コーダの達人も
時間かかるってこともないですけど、意外とミスっちゃうんですよね。ということで、まあいいでしょう。まあ今日まだ何回かだけ、そのチケットも狙っていきたいなというところでございます。というわけで、ガチャ行きましょう。さあ、こうやってプレゼントボックスを眺めますと、A ランク契約書がかなり溜まっていますが、これはまだ使いません。昨日ですね、エースの追加も A ランクであったわけなんですが、まあ、菅野投手とか、含めですね、僕はまあ、エース系の投手はですね、A ランクかなり持っているので、まあ、今使うべきではないかなというところですね。個人的に今一番欲しい A ランクはジャイアンツの山口投手ですね。アイスランク手に入れて、今年結構強い能力だと思うんですが、まだ限界突破が1回しか進まないというところで、あと4枚、5枚と、称号まで含めてですね、今後出たら、そのタイミングとかで A ランク役所ちょっと使っていきたいなと思っていますので、まだ置いておきましょう。ただ、S ランクに関しては、もう現状で欲しい選手がたくさんいるので、ここは使っていってもいいんじゃないかなというところですね。ということで、まずはゴールド契約書からいきます。S ランク 30% は、あ、10% か。チャレンジカップですね。の報酬がありましたと。はい。言いましょう。さあ、なんとか今回 S ランクね、1枚出したいなと思ってます。大きなことは言わないんでね、1枚 S ランクがなんとかここから出てくれれば嬉しいですね。お願いします、頼む。野手であれば山田哲人選手、坂本選手、浅村選手、この辺りが欲しいです。投手であれば千賀投手だったり則本投手だったりが欲しいです。よっしゃ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 、オッケー。山本由伸投手の A ランクはめちゃめちゃ嬉しいです。はい。まあ、今中継ぎですが、今年から先発に転向しておりまして、まあ、素晴らしい本当に成績を上げていますね。で、現状の能力で言ってもまだ出てないな、よいしょ。現状の能力で言ってもこんな感じですよと、今引いたところで見ればいいかな。はい、山本由伸投手、9位67と、ということで、まあ、77になるんですかね。はい。あ、これ敵戦ん、どういうことだ。登場は先発なんだ。で、適正が B なんだ。あ、そういうことか。ややややこしい。はい。というところではあるんですが、シリーズ2絶対 9A 超えてくるだろうと、僕は思っています。はい。というところで A ランク今めっちゃ育てているので、この A ランクは良かったです。まだ3枚ぐらいしか持ってなかったので、まあそういったところでもいいでしょう。というわけで、もう1枚 10% いきましょう。お願いします。おぉ!10%! よっしゃよっしゃよっしゃ !10%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 
中継ぎ適性も S、変化球の数が全部で5つ。今年侍ジャパンにも選ばれてましたね。はい、もうちょっとちょっと見てみると、ただ S ランク A ランクはほとんど持ってないよというところはございますが、あ、やばい、また選挙カーが来た。もうこれからずっと選挙カーと戦い続けなあかんやん。もうまたマシンガントークを繰り広げないといけないというところでございますが、秋ゲーム TV でございます。皆様5000円ありがとうございます。笠原投手引くことができました。 S ランク 10% でございます。素晴らしいと思います。 10% で出たのはいいと思います。はい、というわけで皆さん聞こえてますか？やばいですよ。選挙カーの音入ってますか？ちょっと今日は喉が辛くなったので選挙カーに負けさせていただきました。すいません。やっていきましょう。ということでラスト 30% ですね。これ本当に困るな、しばらく選挙カーが通るの。いきましょう。お願いします。さあ、10% 引いたから 30% 来い。来い！カモン！うん、というわけで、まあ、今回一番嬉しかったのは本当に山本由伸投手の A ランクですね。がと、ゲットできたのは非常に嬉しいなと思います。ということで、ただいまオリックスでこの A ランク自チーム契約書引くっていうのもありなんですけど、まあ、あくまでシリーズ2以降で使おうと思ってるんで、まだいいかな。やっぱり現状でその山口投手の A ランクが一番欲しいっていうのがあって、そこが出たタイミングで、
まだ置いておくという方がいいんじゃないかなという結論に至りましたので、僕は今回はそれでいきたいと思います。はい、というわけで改めて本当に森選手が引けたのが大きかったなという昨日でございました。育成頑張っておりますので、そうですね、また近いうちに久しぶりになりますが称号チャレンジの動画が撮れるんじゃないかなと思っております。多分6人か7人ぐらい一気に称号チャレンジする人がいますので、うち2人ぐらい同時チャレンジでもあるので結構盛り上がる回になると思いますので、皆さんまた楽しみにしておいてください。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。皆さん、秋ゲーム TV へ温かい声援をよろしくお願いいたします。秋ゲーム TV です。完成ありがとうございます。ありがとうございます。秋ゲーム TV に清きチャンネル登録を。アディオス。